クーマワカ峡谷,谷はアルゼンチンブエノスアイレスの北 1649km アルゼンチン北西部のフフイ州に位置する狭い峡谷である。西と北でアルティプラーの東のサブアンデスの丘、南の暖かい渓谷に隣接しており、南北方向に約 155km にわたって広がっている。ケブラーダという名前は深い谷や渓谷として解釈される。 それは一万千人の住人を持つ、小都マウアカの名前にちなんでいる。冬には乾燥しているグランデ川であるが、夏の水量は豊富である。この地域は、常に、経済的、社会的、文化的コミュニケーションの交差地点であった。戦死時代の遺骨によって証明された、最初の資料最終民の居留地以来、少なくとも一万人以上にわたり人が居住している。 それは15世紀のインカ帝国の大将が通った道路であり、その後、スペイン独立戦争の数多くの戦いの舞台となり、リオデラプラタ副王領とペルー副王領との重要な連絡路であった。2003年7月2日にユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。